加減をね、おととしになる、まあ、去年か、去年の正月に始めたんだけど、最初のきっかけっていうのは、いきいきプレーパークのね、理事会のお席でね、広畑さんがね、こういうのやりたい、たこ揚げやりたいなっていう話が出たんですよ。それだけどね、連合も手伝ってくれるかって言われましたのでね、私は大丈夫ですよっていう話、すぐ賛成しましたら、それからあっという間に実行委員会ができまして、それから何回か実行委員会を打ち合わせを繰り返しました。でいろんな声かければかけるほど、そのいろんな団体がね協力してくれるっていう、手を挙げてくれたんで、意外とスムーズに準備の打ち合わせは進んだんだよね。君の街では今でも遠いあの山が見えるんだね。僕の街では今はもう空が小さいんだよ。君の街では今でも大人の笑顔が溢れてる。僕の街では今はもう深いため息だけ。声を上げないまま、傷んだ心は君の繋いだ手で優しく消えてく。温かい手で手をつなごう、握りしめた。苦しみは小さくなる。手をつなごう、喜びは大きくなる。なんか一番感じたのは、おじいさんが、おじいさんっていうか年寄りの人がね、孫を連れてきて、二人で喜んで、おじいさんと孫が一緒にこう結構喜んで遊んで話すっていうのはあんまり機会がないと思うね。そういう部分じゃうっと良かったかなと。ですもんね。そうですね。で餅つきもやったでしょ。でお餅あれ無料配布したの。無料だったの。あれはね、五丁目の方がね、プレゼントだったんですよ。あれも結構ね、つきたてだからすごい美味しかったんだよね。だからすごい多く楽しいこといっぱいあったよね。であれどこだっけ、インドネシアの人だっけ、どこだっけ、フィリピンだ。フィリピンね、あれがラーメンと焼きそばか。焼きそば、向こうの焼きそばね、向こうのなんか焼きそばで、その異国情緒の部分もあったね。国際色豊かな、そうそうそうまあいろんな世代が楽しめるっていうのもさ、その今言った子供とおじいちゃん、その他にやっぱり親子連れも来たし、若い人も来てたから、よく区役所で言う異世帯交流ってやつですね。あれは十分効果あったんだろうね。発揮して楽しい行事だったわね。だからそういうグループを大変だったことはですね、大変だったことあったかしら。まあ強いて言えば、お正月忙しい最中に、たこ揚げじゃなくてほら豚汁、作るのがどっちかっていうと、そのお父さん主体で作ってみんなでくれたことなんじゃないかな。あんまり慣れないことを。ただでも味はね、結構良かったよね。美味しかった。結構あのごぼうね、8本太いのね、切ったの私は
みんな笹垣にしたのはね、みんな笹垣が嫌だって言われてね、じゃあ手伝うわ私っつってね、おばあさんが豚汁だからおかわりした人いっぱいいたんじゃないか。そう、うん、俺は一杯しか遠慮して食べなかったけど本当ね、うん、ああいう食べ物を作るっていうのがね、すごくほら食中毒とか そういうことがあるから、衛生面や何かは気をつけたんですけどね、あのすごい火力でやったから大丈夫かな、うん、ね、あとね、みんな結構それぞれ楽しんだ、大人が楽しんじゃったのかしら、まあ、かもしれないけど、うん、だけど子供もかなりね、うん、大きい声で、うん、うんと笑ってたから、うん、よかったと思う。本当、あの港南台って何かやろうっていうと、どうしてみんなあんなに手伝ってくれるんだろうね、すごく集まって、それがとってもね、港南台のいいところかしら。だから多分また今度も絶対やってくれって声絶対出てくる、うん、そうなんですよ、それでやってくれってことでやる予定してたけども、そうそうそう、残念だったね。今年はもう9日にやる予定だったんだけど、5日に中心に決めたんで、コロナの関係で。僕なんかもパトロール担当だったんだけど、夜のパトカーでやるようなパトロール隊っていうのを着てやろうかと思ってたんだけど残念でした。だから、ぜひやってほしいっていうのが多かったんですね。続けていきたいと思います。良かったんじゃない、